どうも皆さんこんにちは。こんにちは。というわけでございまして、この花初の配信、はい、ライブということでございまして、はい、皆様いかがお過ごしでございましょうか。ございましょうか。ちょっと初めてのことでね、緊張してるんですけど。あ、そうですか。うん、バクバクです私は。え、タカちゃんライブどのぐらいぶりなんですか。ですね、2月の16日にライブしたのが最後なんで。2月16日、2ヶ月経ちましたね。確かに。で、着物着たのも2ヶ月ぶりでしょで、ましてや髪の毛セットしたのなんて2週間ぶりぐらいですよまあ、このヘッドホンでね、潰れちゃってますけど、はい、というような感じですけれども、はいはい、まずは何ですか、自己紹介した方がいいのかな。はい、というわけでございまして、私、三味線奏者の福島貴明でございます。イエイ。はい、はい、バイオリンの野田秀成です。キーボードの石崎真奈です。よろしくお願いします。こう一点、こう一点。今日こっちのカメラある。真奈専用カメラあります。専用カメラがありますか、ね、こうなっていいのかしら。というわけでございまして、はい、ちょっと僕のなんか身の上話はしたんだけれども、はい、真奈ちゃんライブはどのぐらいやってないの。ライブはみんなとやった以来だからかなり前。この花のライブって最後いつだ。最後いつだ。あれ、ね、2月の16日に本当はライブの予定だったんだけどね、うん、それから、そっからだったもんね。度重なり、うん、
イベントが中止やら延期やら、ね、うん、が重なりまして、先生はね毎日忙しくしてそうですけれども、はあ、そうそう、僕はちょっと配信ライブやってるんですけど、羨ましい限りでございます。いいね。え、最後いつだこの花、思い出せないくらいやってないのかな。去年去年去年だよ、ウッドシェット。え、違う違う、そこまではいかない。湖のほとりで、湖の、あ、やった去年だ、うん、去年だ、ぶりなんですよ。そうだそうだ、というわけでございますね。あら、まあ緊張するね、緊張するね。皆さんちゃんと映ってるのかしら見えてるのかしら。はい、見えてます、見えてます。はい、はい、3回目がそっちかな。こっちもあるね、たか、はい、ちゃん目線で、はい、はい、というわけで一番最初に聴いていただきました曲は我々のテーマソングですね。はい、この花という曲を聴きいただきまして、はい、続いての曲、ご紹介させていただこうと思いますけれども、次は昨夜かな。はい、昨夜ですね。ちょっとせっかくだからこの花知らないよって人もねたくさんいると思うんで、曲の説明なんかもしながら我々のユニットの生い立ちなんかも先生からお話しいただいて。僕からですか。ええ、はい、この花は何周年、2年目ですか。2年目ですね、2年目に入りました。おととしのいい夫婦の日か、11月22日に河口湖のこの花美術館っていうところで、結成して、でそこから、1年ちょっとぐらい活動してますけど、さっき1曲目にお聞きいただいたのがこの花という、この花という僕たちバンドなんですけど、この花のこの花というテーマ曲になります。次に聴、いていただくのが昨夜という曲でして、この花美術館、河口湖のこの花美術館はなんでこの花美術館というかというと、この花咲夜姫から撮ってるんですね。でこの花咲夜姫っていうのは富士山にいる神様ことなんですけど、次はそのこの花咲夜姫の咲夜という名前から撮らせていただいた曲になります。はい、準備よろしいでしょうか。はい、じゃあ行きましょうか。昨夜お聴きください。
ありがとうございます。昨夜という曲お聴きいただきました。なんかお客さんいないと変な感じだね、はい、でしょ。でも新鮮な感じだよ、うんうん、またねこれちょっと生じゃないのでね、うん、またなんか生ライブなんかも配信していきたいとは思いますけれども、ぜひぜひ。どうやっぱさ拍手って偉大だと思わない、うん、それはあるね。なんか不安になるよね、うん、こっちでしょ、うん、そうそうそう、たくさん見てくれてるんでしょうけど、うん、そう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 、うん、流そうか今度効果音で。あそうだその編集任せて俺最近頑張ってる。はい、あのさどうなの、この花初めての人もいらっしゃると思うんですけど、ええええ、こうパッて見ると多分一番謎なのはリーダーの楽器ですよね。まあね、ちょっと軽くさ初めてなんだけど俺も津軽三味線の紹介っていうのを知ってもらうと、津軽三味線の紹介ね、うん、簡単にですね三味線音楽っていうのは主にね3種類楽器が分かれてるんですよ。ほうっていうのが、細棹、中棹、太棹っていう3種類なんですね。おで、まず細棹っていうところからお話をさせていただきますと、これね細棹っていうのはですね、はい、まあ皆さんご存知だと思います。歌舞伎のバックミュージックで使う楽器ですね、うん、まあ、これが細棹で、それから、その上ですね中棹、これは、うん、まあ、全国各地の民謡を弾く、まあ、民謡の三味線、それから羽唄だとか小唄だとかって言われるジャンルの、うん、三味線で、僕はねこの民謡羽唄なんかもやるんです、はいはいはい、今日は津軽三味線しか持ってきてないんですけどね、はいはい、でこれが、太棹と呼ばれる、一番三味線の中では大きい部類、あ、はい、大きくなるんですね。なんだ、そうですね、あの三味線の棹ですね、はいはい、ギターとかで言うとネックっていうのかな、うんうん、長さはね基本的にどの三味線も一緒なんですよ、うんうんうん、胴の大きさが違ったりとか棹のね太さが違ったり、であとは、使う革ですね、津軽三味線はね、はいはい、これね大変申し訳ないんで申し訳にくい時代になったんですけど、はい、津軽三味線は犬の革なんです。へえ、そうなの、そうなの。僕あの愛犬との YouTube チャンネルもやってますけどぜひチャンネル登録をね、はい、でこれね津軽は犬です。でそれから細棹中棹なんていうのは猫、あ、猫かと思ってた、猫の顔はあるんです。で今の時代もそう、うん、お稽古用は犬張ったりしますけどね。あとはね最近はカンガルーなんかも、オーストラリア。そうでもしかしたら、例えばね民謡の三味線とか細棹の三味線見たことある方いらっしゃるかもしれないんですけど、はいはい、ここの胴の中心にね点が4つあるんですよ。 これはないですけどね、はいはい、これねメス猫のお乳なんですよ、をここにね乗るように貼るんです。え、なんで、でなんででしょうね。あの例えばね犬っていうのは、お腹から割って背中を張るんです。で、なるほどね、民謡とかその細棹猫の場合は、はいはい、背中から割ってお腹を張るんです。あ、だから4つって言って4つここにね点ができ出てくる、へえ、っていうようなものですね。あとは革の話したでしょ、うん、バチか、あ、バチ ね、バチはこれね別個、うん、別個です。別個のバチ、亀の甲羅、本当の、そう本当ですね。で、あとは、津軽は別個のバチを使うんだけれども民謡とか、長唄とかでは象牙のバチですね。ちなみにここが貴重品ですね。ここがね象牙ですね、はい、あらまあ、うん、でこの木はねこれねインド原産の紅木、紅の木って書いて紅木っていう木で、今もうだいぶ黒いけれどももともとね赤い木なんですよ。だから紅の木って言われてすごい硬い木で、ね、こんなちっちゃいかけらでも水にね、はいはい、ポチャンと沈むような硬い木なんです。へーっていう感じです。へー、よろしい、象牙と、うん、犬の皮とインドの木、はい、すげー、鉄砲を使ってってことでね、本当にね、ものの命をね、たくさんいただいてる楽器なんです。なるほどね、糸は絹だしね、へぇ、うん、豪華な楽器ですね。豪華ですね。とは言ったってさ、先生、バイオリンに比べたらこんなもん、本当に。あ、まあね、バイオリンの説明をちょっとじゃあ聞こうよ。バイオリンの説明、バイオリンはね、それ何億するの、これ20億円ぐらい。あ、やっぱね、あ、そうですね、やっぱね、そうそうそう、いい音するもんね、うん、そのぐらいするよね。これは弓なんですけどね、これで弾くんですけど、うん、これは、ね、知ってますか、知ってます、はい、やってたから知ってます。
やってたの？やってたの？やってたよ。あ、そうなの？初めて？初耳。私バイオリンやってましたよ、高校まで。あら。はい、説明しますと、お、いいですね。弓は、はい、お馬さんの尻尾でできております。はい、そこで問題です。合ってますか？合ってます、はい、そこで問題です、はい、オスかメスかどっちかしか使えないんです。そうなの？それ知らなかった、はい、え、なんで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 、え、メス？オス？わかんない。どう思いますか？これオスだけなんですよ。え、何が違うの？毛質が違うの？お馬さんってさ、こうなってるでしょ、うん、こうなってるわけ、うん、映ってないの多分な、こうなってるの、うん、こうなってるんだけど、うん、メスってあのおしっこをすると、うん、そのまんまね、全部ね、尻尾の毛にこうかかっちゃう。なるほど。そうするとアンモニアで劣化しちゃうの。へぇ。オスはほらね、うん、ほら、うん、避けることができるんですよ。なるほどね。棒がついてるから、うんうんうん、そうすると尻尾が綺麗に残るのがオスだけってこと。そうなんだ。でオスの毛だけです。それは知らなかった。あ、はい、ちなみにね、ごめんなさい、僕の話また戻っていい？あ、いいっすよ。さっきね、今オスとかメスって話が出たからなんだけど、はいはい、さっきあの猫の皮をね、お乳が出るように貼るって言ったでしょ、はい、これもね、メス限定なんですよ。はい、うん、で、あとはね、ちょっと言葉悪いかもしれないんだけど、メスのね、処女猫限定の。何それ。これね、あの三味線の皮ってあ、もう破れる寸前までこう貼り込むんですよ、はいはいはい、だからいつ破れてもおかしくない状態だよね、はい、で例えば交尾をするときに、はい、オス猫が爪立てて傷つけちゃう。あー、なるほど、ね、だからそういうところから破れちゃうから、メスの処女猫。やば、津軽三味線じゃない説明してますけどね、僕。深すぎる、うん、ピアノの説明は？ピアノはまあ、アコピカ、エレピカで違ってきますけど、アコピカ、エレピカね、ピアノも高価ですよね。うん、うん、高価ですね。ピアノも鍵盤が象牙だったりするんですよ。そうだよね、うん、あるんだよね。今はね、うん、ちょっとなかなか。え、黒鍵ってどうするの？本来は黒鍵は黒炭じゃないかな。黒炭なんだ、うん、塗ったりもあると思うけどね、うんうん、へえ。ピアノもピンキリだから、いいものはやっぱりいい音出ますしね、うんうん、っていう感じですね、うん、なんかこれだけでライブ全部終わりそうですね、うん、なんか喋って終わっちゃいそうな、だんだん僕はちょっと気が楽になってきて話して、うん、じゃあ次の曲いきますか。いきましょうか。次はなんだっけ、三日月。はい、三日月。この曲は一番最初に演奏したこの花っていう曲がね、僕が作った曲で、はい、編曲野武大先生がやってるんですけど、はい、この続編として野武先生が作ってくれた曲ですね。はい、じゃあ説明を。説明説明ね、私チューニングがあります。わかりました。僕三味線とね、ユニットを組むの初めてだったんですよ。だからどういうね、音を作っていったらいいか、どういう音の並びをね、高木くんにね、渡したらいいか分からなかったので、うんうん、そのこの花という曲を彼が作ってきてくれたんで、それを半分は真似して音を並べて作ってみて、まあ雷みたいなこう三味線のイメージで作ったので、竹三日月から取った三日月って曲ですね、はい、はい、よろしいですか？もうちょっと、はい、そうですか、ね、これね、なかなか難しくてね、出てきたのは結構前なんですけど、なかなか演奏機会がね、なんかね、あとしっくりこなかった。しっくりこなかった。そう、しっくりこないんですよ、高木くん基本的にでもね、本当にね、全然住む世界が違う、うん、楽器なんで ね、うん、この融合はなかなかね、今でも模索中ですね、うん、でも面白いですけどね。面白い、やってて斬新ですね、うんうん、じゃあ、はい、行ってみましょうか、はい、じゃあ三日月をお聴きください、はい。
ということでお聞きいただきました三日月でございました。ありがとうございます。多分気づいてないけど僕ね今の曲の最後こっちで決め顔してるからそんな余裕なかった、はい、ということでそれは分からない。はい、三日月聞いていただきました、はい、まあね結構これもだからほらさっきね先生が言ってたけど、はい、しっくり来なかったんですよ、はい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 、けど、まあ、しっくり来るように、まあ、アレンジしていったというかね、はいはい、まだなんかもうこうできるんじゃないみたいなところもありますけど、うんうん、三味線ならではの回し方があるんですよね。そうなんだろうね、うん、よく知らないですけど、うん、そんな、はい、ってことでございまして、はい、次何のお話しようか。いやなんかさ、うん、あれですよ結構ねこの花のことを注目してくださってる方多くて。そうなの、嬉しい。聞く聞く、うん、CD いつできるんですかってね結構聞きますよ、うん、まあちょっとね、まあ、本当はねまあ取り掛かってたんだよね。ね、取り掛かってます、うんうん、取り掛かってます、うんうん、ということでまあ今年中ぐらいには皆さんにお届けできるんじゃないかなと思いますけど、うんはいうん、楽しみに。なんかねここに作り始めたらここに来て俺がごめんなさい僕がねなんかいろいろ言い出したんだよね。しっくり来なくなってきちゃったんだよね、うん、満足してたんだけど、うん、ということで今紆余曲折経ながらやっておりますので、はい、お待ちいただけたらなと思いますけれども、はい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 、はい、どうする、なんかお話しする、曲やる、まあもう一曲ぐらいいっちゃいましょうかね、うん、いっちゃいましょうか、はい、はい、じゃあ次、の曲うつせみ。うつせみですね。うつせみはどういう意味なの。うつせみは光源氏、源氏物語の中でうつせみっていうお姫様が出てくるんですけど、うんうん、光源氏はうつせみ姫のことが大好きで、こう夜な夜なこう見に行くわけですよ、うんうん、こうやって見に行くんですけど、うつせみ姫は、うつせみ姫もね本当は光源氏のこと好きなんだけど、うんうん、もうねあの人好きすぎて会っちゃいけないっていう。なるほど。そうだから光源氏がこうやってくると、うつせみ姫は自分の着物だけそこに残して体はどこかへ行ってしまう。はあ。その抜け殻の着物をこうやって抱いて、うん、光源氏はうつせみに行って、うん、なるほどね、悲劇のヒロイン的なね。俺僕もねそういう時代がありましたよ。ありました。なんか何どっちうつせみ側、辛い恋というの、別れなくてもいいのに別れちゃったみたいな。ああ、あったあった。切ないね。なんで。ね、いや、もう時を遡ること17年ぐらい経つかな。中学生ぐらいの頃、なんかね当時、ごめんなさいね、なんか生意気で、お付き合いしてた女の子が、うん、すごくね、バレリーナになりたい子だったんですよ。あらら、また、うん、いい夢をお持ちで。そうで、なんか片や僕はもう学校にも行かずみたいな生活してたから、うん、なんか邪魔しちゃいけないなって思いから、うん、お別れすることになる。それで、まあ、でも相手を思いやる気持ちっていうのはね、大事だから。マジか。そう。でもね、そんなね格好つけてた時期がありますよ、うん、独身30歳ですけど。なんか寂しいけどね。はい、じゃあそれを踏まえて、じゃあ打ってみます。そういう気持ちでね。はい、はい、thank you.
いい曲だよね、うん、入っちゃった入っちゃった思い出しちゃった辛い声いやなんかタカちゃんのことを思って弾いたら今までで一番良かったかもあそうなんかあんのなんか何焦がれてるのいやじゃあさっきのさお慕いしてるの、うん、あそうね思い出したね、なるほどね切ないね、うん、そうだねあの頃は、うん、なんか、うん、俺じゃあ幸せにできねえみたいな、うん、あそう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 、ね、ちょっと尖ってた引き下がるな男ならあなるほどそうだねなんかいいね、うん、映画のほらあの曲とかになりそうだよね、うん、時代劇ものねなんか懐かしい感じがするよ ね, ねこの曲もうみんな知ってるよね僕が最近ジンにあそうそうさっき話したね 再発してるの、ね、熱が再発、うん、さっき寸劇してたもん、うん、そう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 水方先生ねそうなんかね本当そういう曲あの使ってください今のね、なんか見てる人いたら、はいうん、そういう感じよそうですねなんか、うん、今後どういうのやりたいのどういうのねやっぱ三味線の可能性を俺はちょっと、うん、もうちょっと分析したいかななるほどね、うん、だからそうあのこの花って割とこう静かめな曲まあ今半々ぐらいかな、うん、割とこう激しめな曲と静かめな曲と、うん、でやっぱり津軽三味線って結構激しいイメージがどうしても強いから、うんね、けどね僕が僕でその何民謡とか羽歌とかっていうのもやってるから、はい、そういう三味線本来の美しさ的な曲はこれはこれでやっていきたいですよねうん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 そうだねそれをこのメンバーでね、うん、カバーしてみてもねいいかもしれない、うん、融合させるあとは今回今日がだから初めてのこの配信ですけど、はい、ぜひねあの見ていただいてるあのお客様視聴者さん、うんうん、なんかこの花でこの曲聴きたいみたいなリクエスト欲しい、うん、いいですね、うん、なんかこう 4,5 分のね動画をこう撮ってあげて いきたいなと思ってじゃあコメント欄にでも、はい、そうね、はい、ぜひカバーでもいいんだもん、ね、うんカバー大丈夫でしょカバーしたい、はいうん、カバーやったことないからやってみましょうなんかほらうちはオリジナル多いから、うん、うちはうちはね。なんだなんだうちは多いよ、うん、うちは多 い,、ね、多いぞ、うんうん、頑張ってオリジナルで勝負してるから、うんうん、けどね、うん、うちもちょっとカバーしようようん、も、うんうん、うちもね、うん、ちょっとお話ししてて僕ここのチューニング大変なところだから、はい、なんか大体話が終わったあたりで振られるんですよね一番難しいタイミングでね、はい、じゃあ次の曲の紹介でもしましょうかはい、はい、お願いしますまなちゃん紹介してみますか次の曲の紹介はい、はい、次は青の城壁はい、はい、次青の城壁ですこれ言っていいの？あの本来の趣旨のあいいんじゃないですかいいんじゃない、うん、バンフォーレ甲府ってはいご存知ですか皆さんね、バンフォーレ甲府私たちは山梨県の活動拠点なんですけど、はいはい、そこのバンフォーレじゃなくて J リーグ、はい、でもね J リーグの、はい、J リーグのバンフォーレ甲府、はい、バンフォーレ甲府っていうチームがあるんですけど、はい、で野武先生がそのチームにもう俺先生じゃないけど私の中では先生ですよこれ先生っていうあだ名ですからね、はいうんそのチームの、イベントに向けて、はい、書いた曲なんですねそうなんですよ、はい、青の城壁と言います皆さん覚えてください、はい、青の城壁、はい、なんですけど、まあ、このコロナの影響もありまして、はい、そのイベントが中止になってしまって、はい、残念なことにまだ初めて発表しますよねこれはそうじゃないですか、うん、初披露ですね、まあ、こういう目の前にお客さんがいなくて残念なんですけど皆様に披露するのはこの機会が初めてなの で、うん、私たちも楽しみにしてますよ、ね、残念ながらただのオリジナル曲になってしまいましたね、うん、俺たちはオリジナル曲だよ、ね、そうなんですよまあね本当に一日も早い収束を願って、うん、皆さんの前で演奏したいっていうのもあるけどね、うんはい、もちろんサッカーの試合とかもほらできてないわけだから、うんうん、くれぐれもご自愛いただいて皆さんには、はい、そうですね、はいうんでもねこの曲はタカちゃんからタカアキくんからリフが送られてきた時はねちょっと天才だなと思ったんですけど、うん、多分意図せず変拍子になったんだねそうだねそう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 なのよ、うん、なんかほら降ってくるから、うん、
さすがです、うんうん、ね、高いところから降ってくるんですよ、ね、うん、メロディーっていうのは、うん、うちはうちはねそう、あ、そうそうそう、俺ね、これも聞きたかったんだけど、はいはい、ほら先生なんかちょっと前にフェイスブックで何曲か降りてきた曲があるっていうじゃん、はい、あ、はいはいはい、あれこの花にはまだ降りてきてないの、この花、あ、昨夜そうだよ、あ、そうなんだ、うん、あ、なるほどね、さすがですよね、ありがとうございます、いえいえ、というわけでございまして、僕もね、あの降りてきたら、あの、はい、またこの花の曲にしますので、はいはいはい、マナさんの曲だよね、次はね、はい、うん、あの完成させましょう、うん、なんか全部中途半端で終わって降りてきたものを形にしてもらうそうで、だから、うん、はい、そういうことね、いやもう全部一番大変なとこ押し付けちゃって、大丈夫です、俺たちはオリジナルで勝負する、勝負していくんでじゃあそんな曲いきましょうか、青の城壁ね、はい、はい、じゃあお聴きください。
はい、青の城壁お聞きいただきました。疲れるね、はい、ありがとうございます。この曲疲れる、うん、難しいんですよねこれはね、うん、自分で作っときながら、ね、そうだよね、なんかね僕ねそういうのばっかなんか作っといて弾けない曲が多い自分ででもねそのぐらいがちょうどいいんだよ、うん、本当は、うん、自分の弾ける曲ばっかり書いてるとね、うん、そうなりがちだもんね、うん、そう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 、うん、なんか最近お勉強もなんか始めたみたいな、勉強あ、お勉強、ね、あんまり言いたくないんだけど、ね、ほらねやっぱ家にいること多いじゃないですか。でなんかやっぱ始めようと思って、でまあ家にピアノが眠ってたからね、はいはい、ちょっと今自分 の部屋に引っ張り出してきたのと、あのこの間あのギターを買いましてすごいギターをね、あの今まで、あのまあやったことがないわけじゃないんだけど、はいはい、でもまあちゃんとやってみようと思って、うん、昨日から始めたんですよ、うん、ギターに関してはね、うんうん、で、キラキラ星が弾けるようになってました、うん、1日目すごいじゃないですか、はい、それは、ね、うん、ピアノでピアノじゃないギターの今ギターの話した、ね、こういう人なんですよこの人はね面白い、ね、そう本当ね、マナちゃんはねあの笑わせてくれるというかね、あの人の話聞いてないんだが聞いてるんだが笑わせてるになるのさ、ちゃんとしてっていう、ね、間接的面白いよ、あの話していい、ダメ、え、なに、どの話、え、あれこれインスタで送られてきたやつ、え、どれ、いっぱい送ってるかわかんない、あ、変だったらごめんなさいね、じゃあ変だったら、あ、じゃあいいんだね、話していいんだ、はい、あのね、ちょっとまあこのほら緊急事態宣言出る前かな、うん、まなちゃんとね、なんか子供の何階段からなんか手すり、階段の手すりからあのお尻でガーッとこう下ってくる、インスタのストーリーが上がってたんですよ、でこうやってね、うん、こうやってね、あれはタカちゃんだけに送ったやつ、うん、そうそうそう、そうなんかそしたらどういう関係なんですか、まあ、とにかくあの自分のお尻をアピールしたい子なんですねいや違う、お尻をばっかり見てる人なんですよいやいやだって自分で送ってきたんでしょ、うんね、お尻の動画を、面白いじゃん、送れる人って限られてるじゃないですか、いや何送れる相手なんですね、そう送れる相手、何してんだろうと思うね俺だってくれって言ったわけじゃないからそうそういう変な人で、まあ、この花はね、まあ、ちょっと面白いユニットですよ、はい、やってる僕らが楽しいんだよ ね、 ね、そうね、自分たちがでも楽しむのは一番ですからね、いいか、音楽はね、うん、まとめていい、そうやってこんな感じなのにね結局曲が結構ガチだっていう、うん、そうそうそう、そうだよ、うん、じゃあ、でも、もう最後の曲でもうちょっと話した方がいいんじゃない、はい、ないの、うん、そんなことない、そんなことないんじゃないですか、まあ、うん、結構いい時間じゃないですか、いい時間なんですね、結構喋ってるよ、はい、あ、そうなの、はい、まあとりあえずこんな形であの定期的にね、うん、あのやっていきたいと思いますので、はい、あの本当に遠慮なくあのこの曲聴きたいっていうのを、はい、ぜひリクエストいただいて、はいはい、あ、でそれから僕ちょっとよく分かってないんだけど、はい、あのなんか投げ銭をいただけるっていう、あ、違います、投げ銭をいただけるって聞いてるんですけど、うん、僕もそう聞いてますね、どういう仕組みになってるんですか、これ多分下の方の概要欄の方にね、うん、あの投げ銭できるサイトに飛ぶとこがきっとねあるって聞いてるんですよ、うんうん、僕らね今ね、あ、いいや、こういうやらしい話はやめとこうでもそうなんですよ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 、うん、ということで、はい、ぜひねまた次の配信、はい、まだ決まってないですけどお楽しみにお待ちいただけたらなと思います、はい、で次の曲、これをもう僕が紹介しなくちゃいけないんだよね、そうですね、これはもうリーダー決まってますから、うん、そうですね、このね曲自体はあの野武先生の曲なんですけど、はい、パッとこうやっぱイメージが浮かんできて僕がね曲のタイトルをつけさせてもらったんですよ、はい、勝手に、うん、なんですけれども、これねちょっと僕も思い入れが深い感じになっちゃうのかななっちゃうのか、東南アジアのねとあるあのサノックっていうあの村があるんですけど、まあ、すごく穏やかなのどかなね、村だったんですけど、ある日突然ここってあの戦場になってしまって、日夜、それこそもう毎時間のように、約100人の兵士たちがここであの戦闘を繰り広げて、住民たちは未だに、その村に戻れないっていうね、話があるんですよ。で、まあ、この曲ちょっとそのタイトルつけれないかなと思いまして、
なんかごめんなさいね、暗い話になって、ね、辛い状況ですね、それは。っていう、まあ、あのゲームがありましてゲームっていうゲームがありましてね、うん、PUBG っていうね、ゲームがあるんですよ、はい、サノックっていう、まあ、なんていうとマップがあってね、マップ、でその中に、うん、もうこの兵士たちを引きつけてやまない激戦区がありまして、はい、そのね名前をタイトルにさせていただきまして、はいはい、最後の曲はですね、パラダイスリゾートという曲をお聴きいただきたいと思います、はいはい、それでは皆さん、この花でございました、はい、あ、そうだ、これ言わないといけない、はい、うん、ほらジンにはまってるから、はい、うん、それでは皆さん、おさらばへ、はい、はい、じゃあ最後に、はい、パラダイスリゾートお聴きください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.